テレポ。 KDDI エボルバのコールセンターで働く女性と加入する労働組合が職場の3密の改善を求めて会社に申し入れを行いました。女性の職場ではおよそ100人の従業員が窓のない部屋で電話対応をしていて、マスクや消毒の義務化など感染防止対策やテレワークの推進を求めました。斜め向かいに人がいるので、この人たちは明らか2メートルは離れてはいないですね、はい。で常に皆さんがずっと電話なので喋りっぱなしの状態です。今捨てる方は多いですけど全員ではないです。 KDDI エボルバは申し入れに対し事実関係を確認の上回答しますとしています。